春駅の中央卸園の南側やってきましたけどね、あそこに大きな石があるんですがね、あれちょっと眺めてみましょうか。古墳ではなさよね。高さが1メーター2、30、幅が1メーター、一番広いところで1メーター50ぐらいあるか、長さ5メーターぐらいあるんですけどね、大きな石ですが、古墳じゃなかったね。ああ、こっちか。はい、間違ってました。こっちですね。これ、晴れた日がものすごい景色いいやけどね、これ。これは大阪までずっと見えるやろ。すごいとこやけどね。悲しいかな、雨降ってますから、今日。ね、ここ、管理棟でございます。どこから入れるかね。あら、入らへんの。入れませんか、こっちからか。こっちからやね。はじめ山は西峰公園。はい。あら、きれいに。きれいにくれてはりますし、きれいにね。これ南海溝いうことは、これが東、西やな。いやー、眺めいいやろね、これ。あの天気ならすごいんだろうね。残念やね。残念でございます。これ20メートルの宝墳でございます。7世紀。7世紀に作った人はこれ、どうやろうこの景色見てたんやろかね、のっぱらを。のっぱらやったんやろね、ほとんど人がいないから。説明版が。はじめ山は西峰古墳、もう間違いないね。7世紀の終末期古墳かね。7世紀やからかなりいいのができた。ありゃ、そうやね、やっぱり。せっかくなってますよ。この辺の石失われたんだろうな、上もあったんかもしれないな、上は。せっかくなってますね。これは上、石の落ちとんね。のしてますね、これは。くり抜きじゃなかなかないみたいな。くり抜きじゃないね。のしてますね。あらー、これは、どういうことだろうね。はっきりわからんねんけど。組み立てしかね、やっぱり。くり抜いてないからね。幅が、80センチ、90センチ。奥行きが2メーター50くらいあるかね。ほんで上に天井石が。え、天井石1個じゃないの？あれ1個じゃないな。ということはどういうことだ？これ天井石1個で。天井石、奥まであんねんな、これ。奥まで。奥まであれば、あの奥は平たくなってるよな、平たくなってるよ。7世紀ね、綺麗に形してくれてるけど。
随分石もなくなったかな、こっちの石ね。大谷古墳と石戸一号墳と、それから八伏山西峰古墳とね、3基、いや3基と1基やから、全部で5基見てもらうかね、5基ね。この景色は素晴らしいんだけど、昼はね、あの天気がいい日だったら素晴らしい景色があるけどね。羽曳野からこちらの方が富田林、ずっと奥が河内長野、残念やけど見えないね。はい、今日最近のこう雨の中ね、見に来ましたけど、ありがとうございました。はい、チャンネル登録お願いします。ブルースカイゆかりチャンネルでした。羽曳の中央公園、中央霊園の南側からね、最終。はい、終わります。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。さあ、ぶどう畑でございます。